どうも、皆さん、こんにちは。いつまでもザラザラとゲーム世帯の中の人、エルザです。今回のガチャで登場している星4豊穣キャラのギャラガーですが、ホタルの登場もあり、かなり評価が高いことになっていますね。まあ、以前からかなり評価も高かったんですが、さらにというとこです。しかも、凸をしてしまえば、星5豊穣にも劣らない性能だったりもしますので、星4といえど、育てがいのあるキャラクターといえます。そこで今回は、星4の中でもぶっ壊れな性能をしているギャラガーについて、内容をまとめていきたいと思います。こちらの内容については、いつも通り数値よりもメインとサバーカの使用感をもとにまとめていますので、参考程度にしてもらえればと思います。それでは本編の前にですが、このチャンネルでは好きなゲームの解説やいろんなゲームのライブ配信をしています。今後も解説動画をアップしていく予定なので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは早速いきましょう。それでは今回の動画について内容を話していきたいと思います。バージョン 2.3 時点のギャラガー解説ということなんですが、ビルドガイドとチームとその他に分けて話していきます。ビルドガイドはギャラガーの仕様と強みと弱み、凸の強み、異物の候補、硬塩水の候補についてです。チームとその他に関しては、編成別の装備候補、パーティーの紹介、ギャラガーの総評というところでやっていきたいと思います。こちらもいつも通り、数値よりもメインとサバーカーの使用感をもとにまとめていきます。他のキャラの凸状況は気にしないものとしています。エンドコンテンツの評価については、育成により違いがあるというところで進めていきたいと思います。それでは早速行きましょう。ギャラガーの使用についてです。ギャラガーの基本的な使用としては、敵に酩酊を付与し攻撃をすることで継続回復ができる特殊スタイルとなっています。酩酊っていうのが結構肝になってますね。なので、必殺技で全体攻撃と酩酊を付与しつつ SP 管理もできるというのも特徴となります。その他にも強化攻撃による攻撃力ダウンや弱点撃破ダメージアップなどいろいろあったりするので、サポートとしてもかなり優秀なところがあります。続いてはギャラガーの扱いにくい点についてです。先ほど酩酊が強いという話をしましたが、酩酊状態の維持が回復の要となってきますので、必殺技のタイミングがとても重要となります。また、スキルによるデバフ解除は二凸が条件となるため、凸が必須に近いところがありますね。その他に、攻撃をしないキャラに対して回復の効率が低くなるというのがあります。ギャラガーに関しては、酩酊状態の敵を攻撃した時に回復するという仕様がありますので、サポートばかりするバッファーとかのキャラにとっては攻撃をしない機会というのはかなりきついかなと思います。その他としては、攻撃をすることで回復を促すため、必殺技後は通常攻撃のみでいいっていうのがいいところです。必殺技の後は行動順が 100% アップするっていうのもありますね。なので、緊急の回復はそれなりにできるっていうのがあります。最後に、撃破特攻編成においては、星5を抑えて最適なヒーラーと現環境ではなってますので、どこでも使えるっていうのもありますが、今流行りの撃破特攻の編成では一番採用されるっていうところです。続いて、ギャラガーの強みと弱みになります。まずはギャラガーの強みからです。ギャラガーの強みは、必殺技の後は SP 管理がしやすいという点です。ギャラガーの回復の基本は、必殺技による酩酊の付与から攻撃しての回復となります。そのため、必殺技の後は攻撃をするだけで良くなるため、SP 管理をしながら攻撃した味方をしっかり回復するということができますね。続いて、強み2つ目ですが、撃破編成だと火力を発揮できるというところです。弱点撃破のダメージアップがあるため、自身だけでなくパーティー全員の撃破ダメージアップをしてくれるようになります。さらに、貫突をすると、撃破特攻と弱点撃破効率がアップしますので、超撃破でもダメージが出せるようになるっていうのがいいとこですね。これが撃破編成で相性がいい点となります。ですが、そんなギャラガーでも弱みっていうものはあります。まず一つ目は、酩酊状態付与で回復力が変わるっていうとこですね。ギャラガーはスキルでの回復よりも酩酊状態の敵に対して攻撃する方が回復回数が多く SP も節約できるため付与の有無によっては味方と自身の生存率に大きく影響していきます。そのため EP 効率は非常に大事となってます。ちょっとだけ EP が足りなくて回復が間に合わないということも多々ありますので、まあ、エンドコンテンツとかでは速度だったり EP 効率というのはかなり重視されます。続いて2つ目の弱みですが、デバフ解除で効率が変わるというところです。デバフ解除については二凸が必須というところになりますが、デバフの解除は単体が対象となっているため、スキルによるデバフ解除は結構手間となります。しかも撃破編成の場合は SP 消費がすごくありますので、結構枯渇気味なんですよね。
これをしてしまうと SP 管理の効率もかなり落ちてしまうため、使用頻度は気をつけたいというのがあります。なのでそもそも効果抵抗を上げておくとか、いろいろ対策は考えておかないといけないですね。続いてはギャラガーの凸の強みについてです。1凸では戦闘に入った後ギャラガーは EP を20回復します。同時にギャラガーの効果抵抗も50アップされます。これに関しては戦闘開始から必殺技の使用機会が増えるのでとてもいいとこです。また大事な回復薬というところになりますので、効果抵抗が上がるのも嬉しいところですね。続いて2凸です。こちらが一番おすすめな凸ですね。凸の効果としては、戦闘スキル発動した時指定した味方単体のデバフを1つ解除します。その味方の効果抵抗もプラス 30% します。2ターン継続できるのも嬉しいところですね。こちらの2凸に関してはデバフ解除ができるようになるので、かなり重要な凸となります。しかも効果抵抗でリスク回避もできるので、もともと効果抵抗が漏れるキャラとか、まあホタルとかいいですけど、そういったキャラとかでは非常に相性がいいと思います。3凸目は通常攻撃と戦闘スキルのレベルアップですね。続いて4凸ですが、ギャラガンの必殺技が付与する酩酊状態の継続時間を1ターンプラスします。まあ、長期戦において回復の機会が増えるので、これはこれでかなりありがたい効果となってます。2ターンと3ターンでは全然違いますからね。続いて5凸です。5凸に関しては必殺技のレベルアップとテンプのレベルアップ上限解放となってます。6凸に関してはギャラガーの撃破特攻プラス 20% と弱点撃破効率プラス 20% となってます。ギャラガーの場合、撃破特攻がある程度欲しいとかありますので、その緩和と単純に弱点撃破を狙える機会が上がるっていうとこですね。撃破編成の回復と攻撃面においてとても強力な効果となっています。ギャラガーの凸に関してですが、優先度としては途中で話したように2凸は必ず欲しいところとなります。なのでイベント配布なども多いので、積極的に狙いたいキャラとなりますね。また貫突すると人生削りにおいても優秀になります。これはルアンと組み合わせると合計 70% のアップになりますので、かなり強いんですよね。その強みもあり、撃破特攻編成で攻守ともにますます活躍ができるようになるっていうのがあります。なので貫突してるかしてないかでかなり差が出るかなと思いますね。まあ使ってても落差が違うなと思います。続いて異物の候補についてです。まず異物についてですが、撃破特攻はプラス 16% される3種類に関して、こちらでサブがいいものを選ぶといいかなと思います。まあ鉄器、時計や怪盗のどれかですね。それに対してプラスメッセンジャーをつけるのもおすすめとなります。速度に関してはヒーラーとして動いてもらいたいギャラガーとしては欲しいところとなります。特に EP 効率も求められますからね。通常攻撃をガンガンできるようにメッセを装備して速度も上げていきたいというとこです。個人的なこちらを使ってますね。オーナメントに関してはタリアと豪華です。まずタリアに関してなんですが、高塩水による撃破特攻が漏れない場合は貴重な数値となりますので、使うのはありかなと思います。結構汎用性の高いオーナメントになるかなと思います。続いて豪華に関してですが、速度アップで行動回数の確保ができせず、炎弱点も違えれば撃破特攻がアップするものがありますので、単純にギャラガンの強化ができていいかなと思います。速度アップがつくとね、先ほど言ったように回復の手間だったりとか、通常攻撃で SP 管理だったりとかいろいろできますので、相性がいいオーナメントとなってます。続いてメインステータスについてです。胴体は治癒量、靴は速度、弾は HP か防御です。縄に関しては EP 回復がおすすめです。足りない場合は撃破特攻にするのもありですね。ちなみに僕の場合なんですが、縄を撃破特攻にしたとしてもエンドコンテンツがクリアできないっていうことはありませんでしたので、撃破特攻が足りない方は撃破特攻にするっていうのもありかと思います。続いてサブステータスの優先度についてです。速度、撃破特攻、効果抵抗、 HP か防御となります。とりあえず早く動いて EP 回復を促したいっていうのがありますので、速度ですね。で、撃破特攻に関しては優先度が下がっていますが、150をラインとして考えていきます。その説明は後でしたいと思います。続いてエンドコンテンツのための目指したいステータスとなります。HP に関しては4200以上は欲しいかなというところです。で、防御に関してなんですけど、900を切ることが多いかなと思いますが、なるべくサブステータスを厳選して1000以上あると安定しやすいなというところがありました。速度に関してですが、134から143あたりを狙うといいかと思います。行動回数で必殺技による酩酊の付与回数や SP 管理に関わるため、速度は非常に大事かなと思いますね。このあたりは他の法上キャラと同じになるかなと思います。続いて撃破特攻ですが、上限 150% ぐらいを目指すというところになります。
これに関しては治癒のバフが最大で 75% アップが150がラインとなっているためですね。また編成によっては撃破特攻のバフをもらえる編成とかもありますので、そこに合わせて下に下げていくっていうのがいいです。ただし弱点撃破でダメージを出したいっていう場合は 150% に限らず上げていくのは問題ないかなと思います。続いて公園水の候補となります。まず一つ目のおすすめとしては何が誠かになります。こちらは凸をするのも簡単な方ですね。で、凸をすることで撃破特攻最大 48% もアップすることが可能です。工場の公園水としてはかなり嬉しい効果となってますね。その他にも通常攻撃で自身が回復できるってことも嬉しい点です。安定した生存力を確保できるので何かと相性がいいんですよね。続いて繁殖です。こちらは星3の公園水ですね。通常攻撃をすることで次の行動力がアップするため、通常攻撃を多用する立ち回りと相性が非常に良くなってます。こちらも EP 効率と合わせて回転率がアップするのでいいところですよね。その他にも撃破特攻が十分に確保できているならこちらに切り替えるのもありかなと思います。まあそういった意味で150をラインにするのもありですね。最後に星5の公園水ですが、球根の夜、こちらもおすすめです。まず EP 効率がアップします。さらに必殺技の発動で HP の一番低い味方を回復できるのがとても相性がいいところですね。ギャラガーの回復が間に合わないっていう時にこの効果で回復ができることもありますので嬉しいポイントとなります。その他に味方の治癒ターゲットの攻撃力をアップできるっていうのもありますので、ホタルの追加能力と相性がいいなっていうところもあります。ギャラガーの公園水の選び方としては、基本何が誠かと繁殖を厳選の度合いで装備を変えるっていうのが一番いいかなと思います。この厳選の度合いによって使い方が変わるっていうのは本当大事ですね。また撃破特攻の数値に関しては何度も話していますが、最大限の治癒バフを受けるには撃破特攻 150% が必ず必要となりますので、編成のバフなどを確認し公演数を選んでいくっていうのも非常に大事です。意外とバフに関しては戦闘でないとわからないっていうところもありますので、戦闘に行ってステータスの確認をするようにしてみましょう。それでは編成別の装備候補について話していきたいと思います。これは異物の選び方っていうところですね。まず編成としては大きく2つに分かります。1つは炎属性か撃破の採用、まあ、よくある有名なやつですね。それか炎属性以外の採用によって異物を切り替えるのがいいかと思います。これは所持するキャラによって相性が変わるからですね。まず炎属性と撃破の場合ですが、鉄器4セットと豪華2セットがいいと思います。こちらに関してなんですが、味方のバフによって撃破特攻 250% 超えっていうのを狙えるんですよね。しかもホタルによって炎弱点の敵と戦う機会だったりとか、炎弱点を作るってことができますので、セット相性もかなり良くなってます。なのでギャラガーの火力も上げることが可能なので、鉄器と豪華をつけるっていうのがベストになりますね。まあ、この編成で固定してるならもう全然ありかなと思います。続いて炎属性以外の採用に関してです。まあ、読み編成とかもありますね。この場合は先ほどのおすすめで紹介した鉄器などの2セットとメッセンジャー2セット、あとはタリアっていう感じでキメラ編成がいいかと思います。まあ、その他の編成の場合は撃破特攻バフが受けれないっていうのがありますので、自前で用意するようになります。なのでそこを狙うならセット効果を活用する方が扱いやすいなっていうところですね。なのでホタルで使わないとか、例えばブートヒルも撃破編成なんですけど、まあ、場合によってはタリアにするっていうのも全然ありですね。まあ、上の方は炎をメインで考えるといいかと思います。でこちらに関してなんですけど、最適編成の超撃破編成であればルアンと調和主人公から莫大な撃破特攻バフを得られることができます。これがかなり厳選の落差につながるんですよね。さらにホタルの弱点付与によってほぼ豪華のセット効果を達成することも可能なので、固定で使用するなら鉄器と豪華のセットでいいかと思います。その他採用するならキメラセットということで汎用性を上げるようにしましょう。まあ、いろいろ使ってるよっていう家電に関しては汎用性の高いキメラセットにするのがおすすめかなと思います。それではパーティーの紹介に行きたいと思います。今回は4種類の紹介となります。まず理想の編成ですね。まあ、一番火力が出るかなっていうところで言うと、ホタル、ルアン、調和主人公、ギャラガーとなります。今の超撃破編成ですね。やっぱこれ使ってて気持ちいいぐらい強いですからね。続いてブートヒルの編成です。ブートヒル、ルアン、調和主人公、ギャラガーとなります。こちらもかなり強いですよね。ですがブートヒルの回復が重要となりますので、ギャラガーがどれだけ EP 効率を回せるかというのが非常に大事です。
あとはブートヒルの育成が済んでないと結構難しい編成かなっていうのはありますね。続いて黄泉の編成です。黄泉、銀狼、ペラー、ギャラガーですね。まあ羅刹がギャラガーの代わりに入るってこともありますが、ギャラガーでも運用可能です。最後は持続ダメ編成ですね。カフカ、ルアン、ブラックスワン、ギャラガーとなります。一番最適なのはフォフォになりますが、ギャラガーでも代用可能というとこです。まあフォフォに関してはね、まだ復刻来てませんのでね、ギャラガーでも合わせるのはいいかと思います。まあ、ギャラガーに関してっていうとこなんですけど、まあ生かすのであれば、ホタルやブートヒルの超撃破編成がとても相性がいいなと思います。実際自分はその編成でしか使ってないですね。でまた闇のような攻撃を多用する編成の場合、酩酊による回復の機会が多いので、意外とこちらも相性がいいです。銀狼、黄泉、ペラってこれ全員攻撃しますからね。ギャラガーの酩酊と非常に相性がいいと思います。その他に持続ダメ編成の場合ですが、ルアンと合わせることで人生削りのカバーと回復ができるので、ホホの代わりとしては十分かなというところです。ただホホの攻撃力バフがないので、その分火力は落ち気味っていうのはあります。ただ全然使えないわけではないですね。それではバージョン 2.3 時点でのギャラガーの最終評価をしていきたいと思います。まずガチャについてです。ガチャについては2凸を最優先でガチャやイベント配布を引いていきましょう。正直ギャラガーに関しては2凸が最低限と思ってもらっていいかと思います。特にデバフの解除に関しては効果を使わないに越したことはないんですけど、 SP 管理の点を考えるとデバフ解除のためにスキルを使うっていうのはもちろん避けたいところなんですが、使うとなった場合デバフ解除と回復に合わせて効果抵抗アップもしますので、まあ、その後のデバフ抵抗しやすくなって SP 管理が結局良くなるってことがあります。まあ、万が一に備えるように2凸をしておくと安定した立ち回りだったり戦闘することが可能だったりするので、ぜひ2凸は狙いたいというところになりますね。まあ、特にイベント配布でよく来るキャラとなってますので、ぜひイベントでは狙っていくといいかと思います。続いてキャラの性能についてです。キャラの性能に関しては酩酊の付与意識が非常に大事となります。僕自身なんですけど、周りがギャラガーがめちゃくちゃ強いって言われてたので気にはしてたんですけど、実際酩酊のシステムというかこれを理解してないと扱いが難しかったので、正直なところ弱いなと思ってました。原因としては今話した通り、付与意識がどれくらいあるか、まあ EP の回転だったり必殺の付与ですね、そちらをどれだけするかっていうところを覚えない限りは強く扱えなかったので、こちらは必須かなと思います。しかもこのギャラガーの回復に関してはほとんどが酩酊による攻撃したキャラの回復となります。なので凸の状況にもよりますが、2から3ターンで付与しないと回復が持たないということがあります。さらにターン数も多くないと SP 管理も厳しくなってきますので、必殺技はしっかり管理していくっていうのが大事です。オートじゃなく手動の場合、あえて使わないっていうことも大事になったりしますので、この駆け引きっていうのがちょっと大事だったりしますね。最後に懸念点です。まあ、懸念点というほどではないんですが、撃破特攻専用の北条星5が出るとっていうところですね。まあ、これは未定の話なんで予想というところで聞いてください。まあ、これに関しては不明なところですが、撃破特攻専用の北条が来た時に席を奪われることになるので、今後のアップデートでは使用回数が減る可能性はあるっていうだけです。ただし回復性能などどの編成でも使えるようになっているので、よほどでなければ使わなくなるってことはないと思います。まあデバフ解除に関してはリンクスが強いなとかありますが、そもそもの回復だったりとか役割っていうのは被らないところが多いですし、回復量も十分なものがありますので、まあ仮に撃破特攻専用の北条星5が出たとしても他の枠では使いやすいのでいいのかなと思います。まあ、ギャラガーの総評については以上となります。まあ、基本的にめちゃくちゃ強いキャラだなと思います。ただその強いっていうところを考えた時には、育成の仕方であったりとか、まあ、酩酊ですね、こちらの使い方を把握していないと本当に差が出るなと思います。分かるまではオートだったりとかで流れを見たりとか、まあ、自分で付与のタイミングを狙ったりやってみると覚えやすいかなと思いますので、ぜひいろいろと試してみてください。ということでご視聴の方ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。